ケンジ、何をしておる？酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ？酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました？人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか？もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。俗に返す金は持ってきたのか？もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか？嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ？3度堅実な商いをしろ。それも命がけですよ。最初の品は坊主んとこの酒でしたし。まさか盗んだというのか？もし捕まっても大目に見てくれそうでしょ？知恵を絞ったのだな。そうでしょ。だけどあいつら僧兵でして、太刀や薙刀を持ち出してきっとまだ探してますよ。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。顧みるべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。ではもしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。を起こさずに賢治を守らねば。なんでまたこんな偏僻なところに。賢治を殺すにしては数が多すぎるな。もちろんここに。まったくどうしてこんなことになったのか。足にもたったんだな。まあ気にすることなし。金の話。欲しいもんでも仕入れましょう。アザマ浦に行ったことはあるか？それはもう飽きない。アザマ峠の漁師と知り合って話を聞いたのだ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんてデタラメですよ。分かってる。だが一つ気になってな。クロードが現れる前、村に秋浦が来て猛虎に酒を。猛虎
までおるぞ。おう、マスター・ヌーレッダージ。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む？お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ船なきことに命を閉すのだ？船内なんて全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。ユナ、まさかここでお主と会うとは。来るつもりじゃなかったさ。誰がやった？蒙古の百戸長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？一っていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。隣っちゃ侍だ。ノッターだ。おかっぷぞ。
どうしよう、どうしよう。アツチョフさん、イチ、どこにいるんだい。イチ、生きてたんだ。何用なのさ。助けに来たんだよ。私を死なす気かい。せっかく猛子どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる。まさか奴らに仕えてるの。死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか。誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと。ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった。イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば。アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟、知っておるのだろう。一から聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。ウムギ谷には行かれましたか。大きな騒ぎになってます。後ろ暗いもののねぐらだ。騒ぎなどいつものことであろう。それがですね、ウムギ御前が盗みにあったそうで、取り戻そうと躍起になってるとか。金目のものか。元より誰かから盗んだものだろうがな。いや、まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる。私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ。ずっと昔さ、どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、大蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。
行こうか。どうしてこんな見せしめだ。逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は嫌だ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカト、私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての下人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。行って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。チンハルボ、行くぞ。使用中止は今タイムベア。兵がいるんだ。街道を全て抑えれば物資を奪い放題だな。そんな顔で見るな。これまでの罪の報いだ。残り二人か。地獄に落ちよ。この首もらうぞ。あと一人だ。殺さないで。どうか、故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。
Quero, boss. もう子供が腹を減らして待ってるよ。これ以上飯の支度が遅れたら他のもんが食べる。あいつの骨を。だがあれだけの肉は誰の腹の中に取るんだろう。向こうに何かいるようだ。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。こやつで最後、ユナの元へ戻るとするか。下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。Katsar harar şul gilgiş. Aşkın medekli kerekte. Aitra, İçimoksan'ı nigete itta ne. Arutan'ı şiraseru daro. Mo u hitori irun da. Mina o shiuraku ni saratte kita otoko. Kuro inu. Naraba kiru made Arutan no ichimi wa ikashite oken. Kitto kuro inu wa umi zoi ni iru. Aitsu no yae ga aru da. Soko de ao.
死の道もこれだけ心地よいものなれば良いのだがな。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる？この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった、でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来た。かくまってもらえる。信じてね。ほい。船が沖に出ておる。あの中だろう。ほら、小舟に乗るよ。急いで。どこに行った？猛虎の悲鳴で呼び出すぞ。何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。こ
子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟の鷹を捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。鷹、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。怪我はないか。早く船を降りて。燃やそう。アルタンも我らのことに気づき動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだ。なんだと。あいつとは大綱であって飯と寝床をやるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って。タカは起きなかったけど私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻る。後で会おう。こちらの精鋭を出せ。
何事だ？アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。櫛の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。己を責めるな。マムシの兄弟に挑んだとしても殴り殺されておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと？しかも子供だ。逃げねば生きられぬ時もある。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。
Тэднээс бултар чадахгүй. Бүгсэн бол самурай. Бүгд цадаа хайж бол. Амартайш бэлэн байгаарай. Дараа мултарч чадахгүй. Фэс автач байгаа биз. Тэр биш байж. Тэр хаанагтээ зутчих. Явча хоч ихтэй богомжтой. Арта! Ицумаде нигете мару цумори да? を引き連れやがって。アルタ、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうした。クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ザレ事はしまいだ。
お前も生き残るのに必死なのか。のために人を殺す。お前はただの人殺しだ。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見ぬ、ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。イチの言葉は気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らがいる。だが、ゲドウに落ちてはおらぬか。落ちてても、あんたには正義があるよ。Thank you.